いろんな方から相談を受けるということで、会見を開きたいと思いますので、早速始めさせていただきたいと思います。私はですね、ただいま当主からご紹介いただきました、浜田聡参議院議員の政策担当秘書しております田中玄と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速、当初の方にマイクを渡してよろしいですか。はい、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、もう定例のあれで、記者クラブ加盟の方や、ごめんなさい、まず僕の方からは、特段、昨日通常国会が開会して、安倍総理は不正 IR のこととか、いわゆるカジノのことや不祥事のことについては一切触れず、オリンピックのことなど触れたというところらへんなんですが、ちょっとそういう意味では違和感があるかなとは思ってます。もっと積極的にね、都合の悪いこと、桜を見る会なんかもそうなんですけど、やっぱりちょっと積極的に姿勢表明していただければなとは思っていましたけども、そういう後ろ向きな感じからしても、ひょっとしたら解散もないのかなと。来年の10月まで任期があるわけですから、安倍さんも選挙しなくてもいい状況なので、そういったところもあるのかななんてはちょっと思ったりしましたけども、うちの党としてはやはり質問主意書を使って NHK の問題、特に昨日かな、裁判が昨年9月の春日井市で起こった NHK の委託会社から情報をもらって、高齢者の家に行って詐欺をしたという、警察官の、確保をして、21歳の被告人が80歳のうちのおばあさんのところに行って、警察官のふりをしてキャッシュカードを奪い取ろうとしたところを逮捕されたと。その方の裁判が昨日名古屋であったようで、他にも余罪があると、少なくとも3人から250万円をATM から引き出したということで、もう明らかにこれ特殊詐欺の典型的なパターンで、なぜじゃあ NHK の委託会社からその21歳の実行犯は29歳かな、 NHK の委託会社の社長から情報をもらったかっていうと、やっぱり情報が簡単に入手できるというようなことを昨日の裁判では言ったように聞いておりますが、質問収集を使ってこういった NHK と委託会社とのつながりについては、これは本当に急ぎの課題だと。我々この活動も今年で7年目に入るんですけども、NHK のスクランブル放送の実現については相当国民的な議論が必要だというふうに考えていますから、例えばとりあえずは衛星放送だけはやっぱりやるべきなんじゃないかとか、いろんなこういうのはもう前向きに時間をかけて議論していけばいいと思います。インターネットでの放送というか同時再送信も今年の3月からテスト、4月から運用ということなので、テレビはスクランブルかけずにネットはスクランブルかけるとかっていうところもこれからどんどん国民的に議論されていくと思うので、これはちょっと急ぐことないと思ってるんですが、やっぱりその反社会勢力とつながっていること、そしてもう具体的に被害が出ていること、おそらくこれは氷山の一角だとしか思えないと。もう大きなニュースになってもいいと思うんですよね。 NHK の委託会社が NHK の管理している個人情報を使って250万円もの詐欺の被害が出ているというのは、それこそトップニュースになってもいいぐらいの注意喚起しなきゃいけないわけですからね、だとは思うんですが、ほとんど探さないといけないぐらい、産経新聞の記事出たのかな、これらの程度なので、ここについては急ぎの課題としてね、浜田議員とそして丸山議員には特に、NHK と反社会勢力とのつながりについてしっかりと国会で質問する場所、機会があればそこはやっていきますし、質問主意書でもうすでに質問しているところですので、こういったところは急ぎでやっていきたいと。もちろん国会の場だけじゃなくて、そういう事例がですね、我々のコールセンターに寄せられていますから、場合によってはそういう被害については、被害を与えている個人であるとか、その委託会社を裁判で提訴して真相の究明をしていくと
ということで、今年のまあ特にうちの一番のテーマはやっぱり反社会勢力や、まあそれまあ、反社会勢力の定義が難しいんですが、悪質な集金人というか訪問員の被害者をしっかりとお守りしていくとともに、それをがなくなるように具体的な活動をしていきたいというのが、ちょっとね今日の冒頭の方から言いたかったことというか、そんな感じです。じゃああとは各社の方から先にいつもの何か質問があればお答えします。それがなくなり次第無料無責任相談に移っていきたいと思います。で電話の方ももう早めに公開しますので、電話での無料相談も受けします。何かありますか、ご質問どうぞ。はい、いいですか。どうぞ。はい、あ、はい、その、まあ、はい、フリーランスの竹山ですけれども、自分こちら、はい、よろしくお願いします。で、選挙の時なんですけれども、はいはい、今年の、選挙の、はい、予定というか、はい、どういう戦略でいくのかというところを伺えればと思います。よろしくお願いします。はい、まあ、選挙、昨年はもうね、うちは統一地方選挙から参議院選挙、そして補欠、参議院補欠選挙、そして首長選挙と、まあ、バンバン出ていったんですけども、今年は、まあ4月にある補欠選挙ですね、これは、まあ、少なくとも誰か出そうとは思ってます。静岡ですね、静岡絶対あるわけですけども、4月の第4週が投票日っていうのはもう決まってるので、まあ、それ以外にも静岡以外にもあれば、まあ、補欠選挙に関しては国政選挙の、ね、選挙はできれば積極的に出したいとは思ってます。ただ、やっぱり今国民民主党さんと立憲民主党さんの合流もどうもご破産になるっていうか、うまくいかないようですし、いわゆるまあ右と左の戦いというかね、思想の戦いというか、今のちょうど京都市長選挙がすごく分かりやすいと思うんですけども、まあ、あれがちょっと分かりやすいか分からないですけど、とにかく維新の会ですよね、まあ、京都党と維新の会の公認してるというか、まあ、京都党の元代表が立候補して、まあ、維新が応援しているのか、まあ、少なくとも否定はしてないという一人の方と、自民党公明党、そして、いわゆる立憲民主党や国民民主党という国会では与野党に分かれている政党が一人の現職の方を応援している。これはまさに既得権益というか、何らかのその現職の首相がやってもらわないと利害関係があると思われる政党が応援している候補者、それに、まあ、共産党と令和新選組さんという、うん、構造がですね、結構、まあ、ある意味こう今の現実的 なんか争いみたいなものになってるのかなと。だから衆議院の時もああいう構図っていうのはちょっと出てくるのかな。もちろん自公とその民主党系は分かれる、戦うとは思うんですけども、有権者としたら各結構構図って多いんですよね。いわゆる民主党と自民党が同じ首長候補者を応援するっていうのは、まあ、大阪なんかだったらそこに共産党まで乗って維新と戦うみたいな状況なんですけど、少なくてもなんかもう自民党といわゆる立憲民主党や国民民主党っていうのはなんか同じ古い、いわゆる旧ですね、旧と新で言ったら旧の政党っていうイメージが出てると思われるので、その我々としたら今とりあえず32名衆議院がね、北関東で出すと決めてるんですけど、ちょっと事態とかがあって今7人ぐらいあと追加で行かなきゃいけないのかな、ちょっとねあと7人ぐらいちょっと事態とかがあって追加で公認はするのと、プラス他にもその新旧の対決にならないようなところについてやっぱりちょっと積極的に候補者出したいなと。いわゆる自民党公明党の公認 VS、まあ、いわゆる立憲民主党、国民民主党、社民党の候補者っていうところには、あとそこに令和新選組さんとか共産党さんが立たないようなところには、第三の選択肢としてはちょっと候補者を出したいかなと。逆に北関東ブロックでうちは32名と言ってますけども、令和新選組さんが出るような場所においてはあえて競合する必要性もないのかなということで、ちょっとそこは下げてもいいのかなと。
というのは有権者の立場に立ってみたときに、あのいわゆる新しいと古いっていうののなんか選択ができるようにしたいということですね。どうしてもその今の政治の世界を見てると、選挙でお金をかけるために何か悪いことをするっていう、それは多分自民党だけじゃなくて民主党にもそういう傾向ってずっとあると思うんで、だからそういう古い体質と新しいもの、まあ維新さんなんかももちろんまだ10年ぐらいなんで新しいと見られてると思うので、もちろん令和さんにやったりうちでやったりということなので、その古い政党と新しい政党の選択みたいなことは、あのちょっと今までうちの党の方ばっかり見てたんですけどね、党の感覚からばっかり見てたんですけど、さあ有権者の立場からしたら古い候補者っていうか自公の人と民主党の人だけが出てるところだとね、新しいものを選びようがないと、まあ、そういうところには積極的にやっぱり立てていきたいかなとは思ってます。で今の衆議院ですけども、まあ、それ以外に関してはあの今年は首長選は今のところは少なくとも僕は絶対出ないです。首長選出ないです。ただ党員の中で首長選に出たいっていう方がいる可能性もあると思うんで、それは否定しません。あと例えば4月の大東市のように市長選と市議選が同時に開催されるような場合においては、市議選をまあサポートする目的でね、まあこれうちの党がやってるオリジナルだと思ってる人多いかもしれませんが、これ大体共産党さんのやってきたことなんで、そもそもうちがその当選しないような選挙にいっぱい候補者出して叩かれてるんですけど、この方法は間違いなく共産党がやっておられた。昔はね、共産党さんは300ある小選挙区全部出しておられて、比例の票を稼ぐためにね、で市長選もまあ通らないって分かっていながらも、まあ、共産党っていう名前を広めて市議選も有利に戦うっていうのは、そういう側面的な、まあ、共産党さんは自分でそういうの自白はされませんけども、そういったことで我々はそういう意味では共産党さんや公明党さんの地方議会をしっかりと固めて、政治をしていくっていうところを真似してるだけなので、まあ、そういう意味では共産党さんのいい選挙戦としていいところは盗んでるって感じなので、首長選は今申し上げた通り単独のものは多分出ないと思います。今やっている京都にしても八王子にしても首長選出ていませんが、大東などで出る場合はありうるかなと。選挙は大体そんな感じですかね。まああとはだから人に関してはもう立候補したいという方が大勢ありがたいことに集まっていますので、あとお金もちょうど5億円ぐらいもう借り入れができていまして入金されています。でまだお金を貸したいという方はこの倍ぐらいは2倍ぐらいはいらっしゃるので、まあ資金的には十分選挙100人ぐらい出そうと思えば出せると、まあ、昨日ちょうど僕畠山さんが中村山本太郎さんに聞いてるのを聞いてると、まあ、20億円ぐらいですかね。令和さんなんて普通にお金を借りればねすぐに貸してもらえるとは思うんですけどね、逆になんとか令和さんにはこのまま令和さんが野党と組まないで選挙ね、衆議院選挙やられるんであれば、まあ、少なくともうちと令和さんとで第三の選択肢っていうんですかね、自公で民主系でもう一人っていうのを289だったかな小選挙区全部でちょっとさすがに出せればいいか、まあ、少なくとも選択肢として提示したいなと、有権者のためにねっていう考えで今は考えてます。ただ来年10月になるのかな選挙ぐらいのちょっとあまりにもねもう今の状況で解散をするだけの多分力っていうか、これだけね逆風が吹いてて逮捕者が出てね、カジノで逮捕者が出て桜見る会もずっと歯切れの悪いことですし、それ以外にも公選法違反の方が3人いて、それ以外にもね、まあ斡旋利得罪の方ももうあまりにも他の罪が大きすぎて上野博さんなんかは出てこないんですけど、斡旋利得罪で言われている方やうちがお声掛けしてた暴行かな石なんとかさんも結局はまだ辞めておられないようですね。だから自民党としては相当今選挙するのは厳しい
状況なので、まあ、我々はいつ会っても行きますけども、当然最低32名は出しますけども、お金も人も揃っていますから、場合によっては50人100人ということもあり得るという考えで今待ってるというか、次の選挙をいつでも来いという感じですね、はい、あと東京都知事選、東京都知事選については、東京都知事選については、衆議院が先だと思っていたんですけど、どうも都知事選の方が先なんですよね。こうなってくると、小池百合子さんとの関係もあって、おそらくうちの党は誰も出さないっていうのは、まあ、もうちょっと、僕は声隠さないんであれですけど、小池さんが、まあ、希望の党、前回実質上立ち上げられて政権交代もあり得るっていう選挙が前回だったわけですね、まあ、ところが、まあ、立憲民主党が途中で、まあ、排除の理論でできたとかあったんですけども、まあ、今、小池百合子さんであったり、その時に一緒に希望の党の立ち上げを関わったのがうちの幹事長の上杉隆であり、で、会派を組ませていただいている渡辺芳美先生ところの事務所であったり、細野豪志さんですね、細野豪志さんも YouTube をどうも始められて、やっぱりそういう意味では本当に自民党のままで行こうとされているのかも、まだ僕はちょっと懐疑的に見ているので、まあ、細野豪志さんであったり、もちろんそこ玉木さん、国民民主党の玉木さんのも当然その希望の党の創設には大きく関わっているので、ちょっとなんとかね、前回要は希望の党が要はある意味大敗をしたといっても900万票ぐらい取ってるんで、1000万票近く取ってるんですよね。まあ、そういう意味では政権交代可能な中道保守、真ん中よりもちょっと真ん中あるいは右ぐらいの、まあ、思想の面で言えばね、が集まれば政権交代可能ではないかっていうのをずっと考えているところなので、今のままそのまま6月ですかね、都知事選にこのまま衆議院選挙がなければ、おそらく小池さんを応援する形で、うちの党からは誰も出さないという方向でいく予定です。というのは前回ね、上杉幹事長も立候補して多分18万票ぐらい取ってるので、まあ、そういう意味では上杉が出ずに行くだけでも単純に10万票とか20万票ぐらいの影響も出るでしょうし、今のところは私も含めて出ないです、今のところね。はい、はい、他ありますか、もういいですか。ああどうぞ。はい、ユーチューバーなんですけど、はい、どうぞ。チャボの誠と申します。先週下地美京議員が、あ、はい、すみません、正式に議員職されないという表現をされましたけれども、はいはい、まあ、改めてなんですけれども、そのご感想と、はい、なんか招聘されたいというご希望が終わりだった今なので、はい、その経緯がどうなっているか、はいはい、お聞かせいただきました。はい、下地先生に関してはもう、あれいつだったかな、僕インフルエンザで高熱の状態でありながらも、会見ね、1月の多分4日とか6日だったかな、下地先生の会見は拝見させていただきました。で、非常に潔のいい方っていうのかな、やっぱり嘘をつかない、正直におっしゃってる。まあ、一方でね、菅原前経済産業大臣であるとか河井ご夫婦であるとか見てると、ちょっとあまりにもね、なんだろうな、本当に潔悪いというか、その補助ギアが悪いというか、自分がやったことははっきり言えるわけですからね、例えば運動員にお金は渡しました、でもそれはこれこれこういうものですとか、当初言ってたのは部下がやったことで預かり知らないって言ってたわけですから、秘書がやって知らないってまで言ってたわけですから、そういうちょっと歯切れのいいコメントをね、説明をされるべきだろうと思っている中で、下地先生はもう謝るところは謝る、間違ってるところは間違ってる、もらったものはもらった、どういう形でもらったところも明確に説明をされましたので、まあ、聞いてる限り僕はもう明らかにこれは犯罪じゃなくて、収支資金規正法上の、まあ、修正で間に合うものだと
こういうこと、まあ、ただね、これで IR というかカジノ絡みで口利きのようなことをもしされてたらね、これはもう、あのもう究極の嘘になって、とんでもないことになる、まあ、これはもう当然政治説明、政治家説明、政治の完全の終わりだと思いますけど、まあ、下地議員のあの会見と顔色を見てる限りでは、あと、まあ、18日まで地元の意見を聞いてたということであればね、非常にあのミスはミスとして、間違いは間違いとして、素直に認められて謝罪をされているという姿は、もうあっぱれというかね、先輩議員ですけども、あっぱれだと思いますので、もうすでに沖縄には何度かうちの幹事長が行って、入党してもらえないかというか、あの話をさせてもらっているところですね。結論としたら、渡辺芳美さんともね、みんなの党の同じ会派のね、あの仲良く下地先生もされているようですし、同期って当選同期なんですよね。で、何よりも下地先生が一番尊敬しているのはうちの副党首の丸山穂高だという話も漏れ聞いておりますので、あのどっかタイミングを見て、あの今この通常国会はいきなりやめるかやめないかっていう人が急にね会派を組むっていうのはなかなかハードルが高いっていうのもあると思うので、ただ会派に入らないと国会議員って本当仕事できないので、そういう意味では丸山穂高と下地先生っていうのはもともと同じ維新で会派を組んでたわけですから、早晩会派を組んでうちの党に入党されるかどうかは別にしてもね、衆議院で丸山穂高と会派を組める可能性は僕は極めて高いかなということと、まあとにかくこちらとしては積極的にアプローチをさせていただいていると、国民の皆様には全然そこまでね、悪いことをされたことは事実ですけども、刑事事件になるような話ではないので、そういったことをいきなりこうね、いわゆるその事件をごまかしてやってる逃げてるような人とはもう全く違うので、そこについてはゆっくりと説明をしていきながら、下地先生とも一緒に政治の仕事ができるように鋭意努力しているところであります。まあ、多分うまくいくと思います。いずれまたお食事でも行きましょうということを言ってますので、はい、少なくともうちね言っても数少ないんで、衆参1人ずつプラス渡辺芳美先生という3人の、まあ、3人とまでか そこまでなのでね、ちょっとでも広げていきたいと思ってますので、下地先生とは仲良くというか、実行にご意見とか経験とかを生かしてもらって、うちの政治活動にはつなげていきたいと思っていますし、お互いの今話している中では前向きに進んでいると思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他ありますか。はい、なければじゃあ別に記者の方はこれで抜けてもらってもいいんですけど、あとは無料無責任なこの先はどうぞ。はい、こんばんは、ちのゆでかと申します。はい、ホームページの LINE ではちょっとお願いの、ホームページの LINE、はい、あ、はい、ではご連絡させていただいたんですけども、はい、まあ、国民の議員として、あ、はい、まあ、ちょっとお仲間に入れて、なるほど、いただいてるんですよね、はい、いただきたいなと思って、うん、いや連絡をいただいてるんですよね、あ、はい、で今人数は足りてるとおっしゃっていや、ちょっとね、今ごめんなさいね、今だから少なくとも7人は欠員が出てって、やっぱりねホームページに載せたりすると嫌がらせで、自宅をだから突きつけられてストーカーみたいにやってるから辞めたいとか、あとは職場の反対とか、まあ、3人とか4人ぐらい辞めたのかな多分、ホームページに載せて、であとは出る出るって言いながら写真が来なくてっていう方がいるので、あと少なくとも7人かな。で今ちょっと僕じゃなくて事務方にちょっとさらに7人はっていうことを言ってるので、ちょっとしっかり顔覚えといてあげて子がちょっと中心になって、あと誰かちょっと議員もつけるんで、はい、うん、でもごめんなさいね、全くね、はい、見てないんです、はい、女性しかチェックしてなくて、はい、解散が実際決まったら急ぎでダダッと決めようと思ってたんですけど、ちょっと再度今
やりに行ってるところなんで、はい、もうちょっと待っててください。はい。はい、他いいですか？どうぞ。はい。YouTuber の中野かなでと申します。はい。僕は YouTube を通して立花先生のように政党を立ち上げたいと思っているんですけども、はい、その YouTube を通して、まあ、漠然とした質問ですけど、 YouTube を通して新しい政党を立ち上げるためのコツというのはありますでしょうか？はい、はい、まあ、政党を立ち上げるのはもうお金もいらないんで、ただでできるんで、そのコツという意味ではもうやる気だけでできるんでしょうと。じゃあ問題は当然政党を、まあ、政党って正確に言うと政治団体ですよね、立ち上げて当選を目的とするかどうかっていうのはすごく大きな、あの政治団体ってだから無料で作れるので、自分の政治的な主張をするには政治団体立ち上げて、あの街頭活動とかできるんでね、あの行動とかでビラ配りが無許可でできたりするん でそうではなくて、議員を作りたいっていうことの政治団体というか、政治家を生み出したいっていう意味ですか？政治家を生み出すための政治団体ってなれば、今申し上げたように政治団体を作るのは簡単なんですよね。ということは簡単に言えば選挙に勝てる方法っていうことになるのかなと思うんですよ。でそうなってくると、まあ、方法は少なくとも2つあって、1つは毎日駅前に立つことですね。4年間やってるとまあ誰でも通りますよ、市議会議員はね。びっくりするぐらい通りますよ。ぼーっと立ってるだけでも大丈夫です。ただ毎朝5時とかぐらいから8時ぐらいの3時間ね、まあ、週に少なくとも4回ぐらいとかなってくると、もうこれは結構なそのメンタル的にもね、まあ、いわゆる無償ですから、しかも当選するかわからないっていうところでやることになるので、まあぶっちゃけ大体そういう活動をすれば当選はするとは思います。だからそうなってくると別に政治団体があってもなくてもあんま変わらないんですけど、でもう一つの方法はやっぱり YouTube で有名になるってから出るっていうことになってくると思うんですけど、これ今パーンと僕が答え言えたら誰でもすぐできると思うんですよね。で多分これまでになかった切り口で何かをこうやっていって、かつその政党政治団体や政治家を応援してリターンがあるっていうところまで持っていかないと厳しいかなと。うちの場合は NHK 集金人が来たら電話したらいいわとか、裁判になったら助けてくれるとか、具体的なメリットがあるでしょう。でそれで大体今地方選挙で 2% ぐらいなんですよね、当選30人ぐらい定数あるところで当選するかどうかっていうところなんで、だそれで当選するっていうのはやっぱ結構、しかもうちの場合パイオニアなんで楽なんですよね。今いろんなところが同じものをやっぱり2匹目の土壌を狙ってるような状態で、なかなか今パンと思いつくものがね、例えば年金の問題についてバンってやるのも方法ではありますけど、年金払わないと差し押さえが来るんでね、裁判せずにね、いきなりで刑事罰もあるんで、刑事罰があるものをサポートするとこれ幇助も出てくるんで、だからなかなかね、こう受信料に関しては払うなって言っても幇助にならないんですよ。だから政党が犯罪の幇助をするといくら微罪であったとも、やっぱりガサ入れとか来ると思いますわ。うちの党が例えばテレビがあるのに NHK と解約しますよなんて言ったらもう一発で来ると思います。だからね、なんだかんだって言ってね、あとは有名人引っ張ってくるからね、有名な人を引っ張ってきたらぐらいかな。あとはやっぱり若い女の子集めるとか、男前のなんかホスト軍団みたいにするとかね、なんかもうパンチ効いたことしか無理なんじゃないかな。なんかホストみたいなやつばっか集めてきたら意外に票取れるんじゃない？ホストってめちゃくちゃ税金払ってんのになんか阻害されてるじゃん。でホストの人って大体応援してる人って日頃選挙に行かない人が多いんで、
そういう人を集めてくるとか、まあ、その当然政策もちょっと奇抜なもの、だから例えば新宿区議会議員選挙に出て、あのホストの営業時間をなんか24時間にするとかね、そういう、まあまあ得意、そういう形でやっていけば面白いんじゃない。まあ、いろんなアイデア、それこそ YouTube で募るのも方法やるし、うん、ただだから目立つのはいいと思う。とにかく嫌われてもいいから、あのどんな方法でやってる、そうそう、あの嫌われるのは絶対恐れちゃいけないんでね、あの嫌われることは全然どうでもいいんで、 2% が衆議院でも、まあ、参議院でもそうだし、そういう区議会議員市議会議員も 2% って結構ラインなのね。もちろん 3% いらんとこもあるけど、 2% 取れれば大体当選できるんで、 1.5% から 2% 取れるような、なんか奇抜な、もうジジイババア殺してしまうととかね、あのジジイババアには有権、あの選挙権を半分にするとか、めっちゃ嫌われるじゃん。でも若者からしたら、おじいちゃんおばあちゃんの入れる票によって自分たちが不利益を被ってると思ってる人は結構いると思う。そうすると街角に行ったらじいちゃんばあちゃんにめちゃくちゃ文句言われるけど、あのっていうようなね、ちょっとね奇抜なことをしないと無理だと思うね。 YouTuber 特に、こんなことしていいのっていう、こんな感じですけどね。はいはいはい、ちょっと電話番号交換しようか。これ出せるの、この時しか公表しない電話番号、どっか写してもらったらいいけど、0704024834487、0704024483、どっか出したら、これ出したら、はい、出てます。ここじゃ出たです。はい、でちょっと地方でどっか来てほしいところがあったら行きますか。テロップ出してるので大丈夫です。地方の、あ、今、はい、あ、はい、え、これ俺の YouTube のライブなん、これ今まだそっちがやってないんですか。あ、いい、はい、あ、もう来た、いきなり来た、これ、はい、え、これ違うか、これ SNS が来た、何やろ、分からへんわ、この電話はよう分からへん、あ、なんか鳴ってるわ、ちょっと電話出ますね。もしもし、これ大丈夫ですか、公開してなんかライブ中継しますけど、はい、どうぞ、なんか会えれば、はい、悩みでも相談でも、はい、聞いたことあるな、ピコ次郎さん、はい、はい、どうぞ、ピコ次郎さん、どうぞ、はい、はい、はい、ああ、見ましたよ、はい、なんか悪口言ってるんでしょ。そうそう、悪口っぽく見せて、なんかすごい僕のことを前から見てくれてたってのは見ましたよ。ああ、そうですね、8年ぐらい前からかな、 YouTube やりだしたのは9年前なんで。質問ね。ああ、はいはい、わかりました、はい、まあ明日の話題さんが取り上げてくれてるってことは、あの教師ってさっき見たんですけど、まあ、あの見てもらったら話が早いと思うので、まあ、あのなんていうんですかね、客観的に立花隆氏への国党を分析してくれてるので、これは、まあ、皆さんが見て監視、その見ていただければいいんじゃないのかなと思うけど、ぶち切れ NHK から国民を守る党についてっていうもので、はい、まあ、僕としてはありがたいのが感想かな。はい、はい、はいはい、はい、お大事に、はい、失礼します、はい、はい。
他ありますか、なんか電話以外。電話これ鳴ってるのかな。あ、全然鳴ってないな。もう一回、もう一回番号。あ、番号ゼロ。おお。はい、0704027-4483。0704027-4483。どっか来てほしいっていうところあれば行きますよ。この場でしか受け付けないけど。めっちゃ来てほしいとか言われてるんやけど。全部無視してる理由、無責任だからこの2時間だけはこっち気合い入れて何でも聞くって言ってる。それ以外の時間は人の相談を乗るのが邪魔くさいので結構閉じてるから気が向いた時は電話出るけど。はい、はい、どうぞ。はい、なんか内輪の人もいいですよ、なんか質問あれば。はい、どうぞ。はい、YouTube で、はい、猫をかぶってるみたいなことを身近な人に言われるんです。猫本来の私を知ってる人は、ああ、ちょっと言いこぶってるっていうか、はい、なんていうんですか、素を出せない。カメラ止めて、ああ、よし喋るぞってなった時にこう本来の自分でできない、ちょっと猫かぶっちゃうのって、こうどうしたらその緊張し、カメラ構えられて緊張しないとか、自分の出し方も、逆に言うとカメラ回しながら喋るんじゃなくて、喋りながらカメラ回しゃいいんじゃないの。じゃあその普通にしてる時に急にカメラ回したらいいんじゃないのか、もうバンバン撮るか。でもう基本的にはまず慣れなんで、で猫はかぶった方がいいんじゃないの。女の子は特に猫をかぶってると思って見てると思うよ。でもうそうじゃなければもう別に何か作る必要性はないんじゃない。多分多田さんを知ってる人からしたら、お前なんか気持ち悪いねんとか、多分親とかから見たらちょっと気持ち悪いねんってなるんだろうけど。吉田さんです。え、吉田さんに言われてんの。だから裏表はどうしても普通の人は出るので、それ相当意識しないとカメラの前の自分と日頃の自分を変えずに出すって難しいと思うよ。だから本当に変えようと思ってるのか変えないでいくのかっていうのは、まずちょっとこれは二択だと思うわ。セットじゃどっちがいいと思いますか。まずどうだろうな、俺は女の子は変えた方がいいと思うけどね。俺個人的にはね、個人的っていうのは何だろう、個人的にどっちが好きですかって言ったら猫かぶってるのが好き、個人的にね。何だろう、あんまり女の子がこう全面出すっていうのは神秘性がなくなるとか、多分色っぽさもなくなるんじゃないのかなと思うけどね。だから全部を嘘をつくこととまた隠すことって違うじゃん。出さなくていいものまであえて出さなくていいっていうのもあるから、その普通に女の子を見た時に隠してる方が個人的には好きだけど、ただ YouTube 的にはどうなんだろうね。自分をさらけ出してる人の方が割合としたら少ないから、再生数はめっちゃ上がるんじゃない。俺のこと全然分かってないけど、カフェオレありがとうすごいよね、俺がミルクティーしか飲まへんの分かってのカフェオレの差し入れやから。いただきます。いや、おのずとなんか出てくるからいいんじゃないの、両方のあれが。またなんかピコさんから電話があるけど、出ようか電話がないのでちょっと出ようか。はい、はい、2問目どうぞ。はいはい、はいはい、どうぞ。これ皆さん聞こえてますよね。はい、どうぞ、いいですよ。はい、
聞こえてますよ、どうぞ。はいはい。何人ぐらいかな。え？あ、マツコデラックスさんの裁判の原告の参加者何人ぐらい集まってます。免許証でもいいですか、含めて200ぐらい、200ぐらいですって。はい、いいですか、ちょっとこれ、じゃあちょっと電話切って補足しますね。はい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 、そうそう、いいこと言ってくれた。あの東京 MX テレビさんが昨年から1年ぐらい前に、ホストクラブのホストから1人150万円を集めて、20人で、まあ、3000万かぐらいを集めて、優勝したら2000万円ぐらいのカウンタックかなんか、まあ、高級車をプレゼントするということで、番組を企画して放送も終わってると。で、小沢博さんかなが、まあ、もう出てて、小沢さんも実はその番組で1000人もらってないまで言っていて、で東京 MX さんは制作会社と連絡がつかないと。まあこれ、まあ、いろんな問題があると思うんですけど、まあ、一つは少なくても出演者から150万円も集めるなんていうのは、もちろん NHK では絶対言っちゃいけないことなんですけど、まあまあ、NHK も実はそれに近いことやってることは知ってるんですけど、出演者から150万円集めるのもちょっと道義的にどうかと思うんですが、150万円を20人から集めて2000万円の車を優勝者に渡すって、これ完全に賭博でしょ。博打、いや賭博法違反だと思いますよ。例えば僕も麻雀大会とかを主催してやってますけども、優勝者に賞金とか渡してますけど、当然これインターネットでやってるのでしっかりと調べてます。参加者から参加費を募って賞品を出すと賭博罪の可能性があると言われているので、主催者が全部景品出すんですよ。多分これ麻雀の大会なんかもそうだと思うんですけど、まあ、つまり参加者からお金を集めて、その集めたお金で優勝者に商品を出すっていうこと自体が賭博罪に当たるんではないかっていうのが、もう一番大きな、倫理的とかじゃなくてこれはもう犯罪に当たるので、まあそういうことをですね、やってる制作会社をと契約をして放送をしたっていうことで、ちょっと考えれば分かるわけで、その2000万円もの、その優勝商品をですよ、まあ、ゴールデンタイムのスポンサーがバリバリ来るようなとこだったら、番組だったらまだそう分かりますけど、東京 MX がそれを知らなかったっていう話には多分ならんでしょう。おそらくそのホストが20人出てきてやる番組ってだいたい深夜とか、まあ、仮にゴールデンであったとしても、スポンサー料っていうか MX が下請け会社に出す制作費っていうのは多分知ってるはずです、まあ、知ってるとか当然 MX が出してるわけですから、そう考えたらそんな商品なんてどう考えても無理だっていうのは分かっていながら、1年間何も番組の検証も考査もせずに来てたっていうのは、相当 MX っていう会社がやっぱり危険な会社であるなっていうのは今回の事件でよく分かりました。で、これ相当ネット上でも我々叩かれてるんですけど、なぜマツコさんを叩くんだとか、その関係のないことするなって言われてるんですが、そのずっと我々言ってるのは、放送法4条って本当に大事なものであってね、選挙の、まあ、前回の東京都知事選挙の時も僕はこの放送法4条違反ということで、フジテレビさんを相手に裁判をさせていただきましたけども、政治を語る時には公共の電波を使ってる以上は公平にしなければならないっていうことだけは本当にずっと言い続けてるんですよ。インターネットで批判するのは構いません。雑誌や新聞で批判するのは構いません。これは共通の財産を使っていないからですね。国民共通の財産である電波を使ってないからです。でも国民共通の財産である電波を特別に総務大臣から、いわゆる国から許可を受けてやっている放送局は、政治的に公平中立でなければならないというのは、これはもう本当にね、もう大原則中の大原則なんで、これをその踏みにじる言動というか放送に対しては、やはり司法の場を使ってやらざるを得ないと。ただいきなり裁判をしたんじゃなくて、これ本当に弁護士さんとも複数回相談をした上で、
最初は普通に手紙ファックスで電話、でそれでも連絡がないので内容証明で弁護士さんによる電話での問い合わせと、まあ、これに対してももう全部録音取ってるんですが一切対応しないという指定なんで、それが去年末まで、区切りを切りました。もう12月までに何らかのリアクションがなければ1月に原告を集めて2月には提訴しますということを東京 MX さん側にはもう再三それこそファックス内容証明電話で伝えた結果何の回答もないということでこれは提訴に踏み切るということでありますので、ただあのマツコデラックスさんが発言されたことがマツコデラックスさんの個人的なことなのかそれとも東京 MX テレビさんとしての会社としての台本を読まされたっていうのかな、が分かりませんので被告は東京 MX テレビとマツコデラックスさんの、まあ、2社というかね2つの法人と個人とを被告として裁判をすると、これに、まあ、多くの方今200人を超える方が今申し出をしていただいていますので2月には今昨日も弁護士さんとちょっとメールで連絡をしてますけども2月にはもう提訴ということで、特に今回のその最初に申し上げたクイズ番組かな150万円ということについてこれ相当悪質、ちょっともう本当テレビ局がやってると思えないです。だって2000万円の車が、優勝者に渡ってないわけですよ。これがしかも1年間も放置されてる。で、MX 側としてはこんなの直ちに下請け会社が何て言おうが直ちにもう被害者の方と話をして、かつでその賭博罪の可能性も十分あるわけですから直ちに検証に入らなきゃいけないものをですねまだのらりくらりやってるようなんで、場合によってはちょっとその被害者の方も含めてね新たな MX さんちょっとさすがにね我々は放送内容がまずかろうが絶対に文句は言いません。ただ放送に違法性があるものについては徹底的に文句を言うということは明確にしていますから、賭博罪に当たるような番組を作る、まあ、そういう賭博罪の模様を、まあ、賭博をだから、まあ、演出して番組を作っているような放送局なんていうのはもう免許取り上げしなきゃいけないようなレベルだと思いますから、今報道されていることが事実だとしたら電波止めなきゃいけないようなレベルだと思ってますので、ここはちょっと徹底的にやりたいと思っています。ですから2月、まあ、今月中には書類作って早ければ2月の末まで遅くても3月の初めには提訴というところで、いきたいと思います。ちょっと電話が入っているので繰り返しますね。これぐらいかな。ちょっとすいません、見てる人電話ください。これよう考えたら有料やね、せこいな俺聞こえますか？お疲れ様です。はい。奥林の横林と申します。はい、横林さんどうぞ。何でしょう？当社大阪出身じゃないですか。はい。シュナさんのお店たこ焼きはっちゃん。ん？誰？たこ焼きはっちゃん。はい、西宮にあるシュナさんのお店。シュナさん。シュナさん。誰やろ？服部さん、服部さんのこと、服部さんたこ焼き屋さんなの？そうです。ああ知らなかった。はい、まあ、たこ焼きさんがあると。はい、うん、はい。で、あとお嫁さんが今度の衆院選の立候補予定なんで、うん、ぜひ無料責任相談に来てほしいです。どこに？西宮、阪神今津駅です。ああ西宮に無料相談に来てほしいと。はい、阪神島田駅いつ行きましょう？はい、大阪っていうかそっちに行くのが2月の7日と14日だったらできますよ。ちょっと関西はそれはちょうど予定が別の予定が入ってるんで。本当ですか？はい、めっちゃ嬉しいですね。っていうかそれ場所とか確保できますか？あ、店でやれと言ってるのか。そうです、店はダメなんですか？
ある程度は人が入るところの方がいいのかなと思ってるので、寒くても外でもいいけども、ちょっとさすがに5人10人とかだとちょっともったいないかなって気はするんですが。うん、だから別にたこ焼き屋じゃなくてもいいんじゃないですか。なんか場所さえ押さえてもらえればタダで行きますけど。あ、分かりました。調べてみます。はい。ちょっとだから場所さえなんかあの別にそのたこ焼きさんじゃなくても、さすがにね、あのせっかく行く以上はあの来たいっていう人があの、うん、会える環境にはしてほしいなと思うんで。なるほど。はい。分かりました。ちょっと相談してみます。はい、お願いします。はい、失礼します。どうぞ。切れてないですよ、どうぞ。はい。あ、どうして、どこにあの連絡、当時と連絡とかのどこに行ったらよろしいんですか。ね、この番号は日頃絶対出ないので、はい、あの080の公開してる番号ですね。ああ、 YouTube の説明欄に出てると思います。あ、チャットメッセージとかそういうので。はい、そうですね。はい、承知いたします。はいはい、お願いしておきます。はい、はいはい、失礼します。はい。なんかいっぱい電話来てるな。なんか SNS が来てるけど、SNS 見れないよな、これ。多分、話し中で SNS なんだよね。そう、なんか電話来てるから出よう。楽しいな、これ。はいはい、立花でございます。はい。聞こえてますよ。はい、お願いします。なんかありますか？相談ですか？問題だし重要な問題だと思うんですよね。で、あの人の目が気にならない人って頭おかしいんですよ。あのちょっとなんか感覚がずれてる人はそうなんですね。で、人の目が気になるからあのまあ頑張れたりとかするんですよ。で、すごく他人の目を気にする人っていうのは成長するんですよ。だから無理にそれをあの直そうっていうか、僕みたいにね、僕はだから昔むちゃくちゃ気にしたんですよ。慣れです、完全にこれ慣れたんです。で、これ多分芸能人とかもみんなそうなんですけど、最初ってみんなやっぱり気になるらしいんですけど、みんな慣れるんですよ。これはもう多分アイドルとかみんなそうです。だから僕今殺すとかってメールとか来ても全然怖くないんですよ。完全に慣れなんですよ、これ。だって殺すってメール出して殺すやつなんかいないから。本当に殺す人って黙って殺しに来るんで。だからその嫌がらせとか、あとね、マイナスな意見言ってくる人はまあ簡単に言えば評価してるっていうことですよ。好きな反対は無関心じゃないんでね。うん、だからあなたに対して悪口言ってくるような人っていうのは、実はあなたのことを、まあ尊敬してるというか、うん、だからなんか相手して周りの目が気になるっていうことは、それはプラスだと思うんで、うん、無理にその気にしないようにしない、あの気にしないように努力することはないです。うん、ただインターネットとかの発信をされててね、目立たなきゃいけない状態ではないんでしょう。あ、だったらもうできるだけそういう他人に非難されるようなことをせずに、で、あとはもう無視することでしょうね。うん、気にしないようにすることはできないでしょうけど、少なくともマイナス意見とか悪口とか愚痴とか言ってる人には近寄らんことですよ。うん、大体そんな感じです。ありがとうございます。
はい、どうもどうも。はい、ありがとうございます。どうも。はい。はい。これ、当主の YouTube です。はい。板って普通の相談やね。もっとおもろい相談ないかな。え、なんか現場にいる人ない？大丈夫？これ多分電話すぐ来たらかかってくる。あ、来た来た来た。なんか来た。はい。これほとんど電話やな。はいはい、どうぞ。はい、立花です。相談だったらどうぞ。泉と申します。はい、子供の高校質問なんですけれども、はい、僕も YouTube とかネレッタとかを見てすごく尊敬をしてて、はい、ありがとうございます。 NHK をぶっ壊すっていう、まあ、例えば言ってしまえば2200円の、まあ、解消のためにどうしてそこまでこう自分を奮い立たせて立ち向かっていけるのか、うん、うん、こうどこまでこうご自身を強く思ってたのかってこうちょっと聞いてみたかって。あ、やっぱりそれはお金だけの話じゃないのでね、そのやっぱり戦争に再び日本が、まあ、突撃しないようにというかね、まあ、もちろんその国民側の 大半が戦争した方がいいっていうのは別だけども、そのいわゆるテレビとか新聞とかメディアってすごく重要でね、国民を洗脳するっていうのは多分小学校か中学生の時に勉強して教科書で先生に教えてもらったんで、だから NHK がとっても大事なその組織であるっていうことをもう子供の頃から知ってたのね。で初めて NHK の前を通った時もすごい運命的なものを感じたので、でそれで入試試験受けたら、まあ就職採用になって、でもう素晴らしい仕事だと思ってたんだけども、その本来の NHK のやるべき使命とかやるべき仕事業務を、まあ、あまりにも無視して公のために自分を犠牲にしてでもやる仕事なのに、自分や自分たちのためのことをしてる人があまりにも多かったんで、まあ、それで NHK を辞めるに至ったわけね。で辞めてからもそういうこうもちろん真っ当な職員もたくさんいる中で、悪いことをする職員も当然 NHK の中にいるので、まあそれが許せないというか、その人たちにやっぱり反省してもらわなきゃいけないんでね。で僕は NHK の職員として年間で、まあ、平均しても1000万ぐらいもらってたわけですよ。20年間、まあ、2億円ぐらい NHK からお金もらってた人間なんで、だからそういう意味も含めて仕事ってその給料もらってる時だけするわけじゃないのでね。だから2億円ぐらいもらってるからちょっとおかしいよね NHK っていうことで、まあもともとだからもう子供の頃から NHK が好きなんですよ。好きだからこそ公共放送の仕事を NHK がしてないから、 NHK に公共放送の役割使命を果たしてほしいっていう思いでしかないんですよね。うん、で多分だから子どもの時にから好きだからできるわけであって、その僕以外の人はもちろん NHK が好きでなく NHK 以外に好きなものがあると思うんですよ。別にサッカーが好きな人はサッカーだし、ゲームしてるのが好きな人はゲームでいいと思うし、だからやってて楽しいことを見つけれる人って人生幸せだと思う。うん、だから僕の場合は別に24時間360日24時間 NHK のことを考えてても幸せなのよね。うん、だからそう幸せなことをやってるだけなんですよ。だからあなたにはあなたの多分何かやりがいのあるものがあるんじゃないかなと思うんですけど、それを一つ見つけたらそれをとことんやれば今は仕事になる時代なんですよ。一つのことを熱くやり続ければそれが仕事になる時代なので、うん、だから僕は NHK のことが気になるからやってるだけで、その1ヶ月1310円とか2280円の受信料払いたくないっていうことよりも、最終的にはやっぱり正しい情報のもとに戦争しない方がいいし、戦争するにしても国民が正しい情報を知った上で戦争するっていう、そういうなんていうのかな、思いで
ここまで来てきたって感じです。うん、まあいい格好に聞こえるけどそれが真実なんでね。だからお金を儲けたいとか政治家になりとかそんなんじゃなくて、もう単純に情報って大事だと子どもの時に勉強したから、あの正しい情報をとにかく出したいんだと。でそのために受信料っていう形でお金持ちからも貧乏人からも同じ金額を集めてるって素晴らしい制度なんですよ。だからその弱い人の立場に立って、弱い人が貧乏人の多いですからね当然。だから貧乏人の立場に立って戦う時は権力者と戦える NHK ってすごいなと思って、そこ就職したのに権力側と引っ付いてるんじゃないかっていう部分がいっぱい今見え隠れするんでね、うん、だからそういうところについてはあのなんか徹底的にやりたいなと思ってやってるだけです。だからまあ今年なんかね特に言ってますけど NHK の会長になりたいなって気持ちはすごくありますよ。うん、もっとこうね、あの国民に、全ての国民に愛されるのは絶対無理だけども、もっと多くの国民に愛されて信頼される公共放送っていうのを作っていきたいなっていうのが一番ですけどね。うん、そうそうそう、好きじゃないとできないこんなのは、うん、あの嫌いとか憎いっていう気持ちはねそんなに長く続かないわ。 親を殺されたり彼女を殺されたとかしない限りは何かを憎む気持ちなんていうのはそんなに長くは続かないですよ、うん、でも好きなことはずっとやり続けれると思います。はい、はい、大丈夫ですか。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、うん、なんか俺がいい人になるようですまいかな。ね、でもね、すごいよね。今日でも明日の話題さんがちょっと本当触れてたけど、やっぱりある意味すごいよね。こうやって江東の代表にまでなるっていうのはね、NHK のちょっと今電話来れてる人若干ちょっと後から出ますけど、あの本当にね。NHK の会長と差しで喋るってすごいことです。あのこの間年末かな、あのもみ会長とあのもう一人元記者の人、名前忘れたけど、森友事件で自由な記事が書けないって辞めていた人が二人アベマに出てて、なんか会長が食堂で飯食ってることをなんかすごいなんか気さくな人ですとかってやってたけど、あのそれぐらい NHK の渋谷の放送センターって1日3万人ぐらい出入りしてるんですよ。3万人も出入りしてたら誰が誰か全然わからないです。もちろんだから会長と直で話できる人なんてまあまあいない。そんな中で僕はもう本当に最初何がきっかけやったのかな。ああでも最初長野オリンピックか、長野オリンピックの会長が現場に来て視察で案内するのが、白馬の案内するのがお前しかいないろって言われて やったのが最初かな。でその長野オリンピックが89年の2月で、その年のもう7月には東京に呼ばれて移動になって、大阪から東京に移動になって、で会長主催のパーティーを6年間ぐらいずっと仕切ってたのかな。今日もちょっと荷物の整理したら宇藤由美子との通称とか出てきたでしょ。だから宇藤由美子にあの会その酒飲みのパーティーの司会をさせてとか、松島奈々子ちゃんをゲストで呼んできて、招待してるのは陸連の会長の河野洋平さんであったりとか、綱引き連盟の会長の中曽根何がしてあって、バドミントン協会の綿貫さんであったり、女子バスケットボールリーグの会長の麻生太郎さんとかを呼んできてやってる、トランポリン協会会長森喜朗さんとか、だその政治家はスポーツ団体の会長とかをすることによってスポーツ団体から票が入る、でスポーツ団体は政治家に会長になってもらうことによって NHK に放送してもらえるっていうメリットがあって、で NHK もその政治家と仲良くすることによって予算が承認されるっていうことで、
そういう癒着があって、その癒着する時のパーティーの司会進行をずっと5年か6年やってたから、でその時にはもちろん会長下のパーティーなんで、会長室に行って会長の挨拶文とかを全部作ってるわけ。会長が2分喋るとか、それ原稿を書いたりとか、挨拶状の文面とか書いたりとか、お土産物をどういうものをお土産にするのかっていうのも全部直に会長のとこに行ってたことが一番原因っていうかね。でもちろんそのスポーツっていうのはどんどんとこう伸びていってたんで、当時 BS 放送が始まって CS とかって時代だったんで、スポーツの放送権利の奪い合いだったんで、どれぐらいの予算でいくら、まあ、テニスがどれぐらいかかりますよ、ウィンブルドンテニスがどれぐらい使いますよとか、そういうのを会長の前 の20階の会長室、21階だったかな、会長室に行って でかいね、会長室ちょうどこれぐらいの広さあるかな、で真ん中にジャーってこう本当に社長室のテーブルに長いテーブルバーってあって、午前会議ね、こうテーブルの上に模造紙を置いてポストイットでこれぐらいお金かかりますよってやってやってたんですけどね、それが35歳ぐらいとかな。だからそれって本当もうびっくりするような仕事です。もちろんあの裏金とかね、そういう人さらいにあったから裏金で処理するとかそういうのもやってたんで、表と裏側両方やってたんで、ね、でその後だから NHK 辞めて今コートの代表になってるっていうことで、明日の話題さんはな 2度出世してるみたいなこと書いてくれてるんですけど、あのそういう意味ではもうめちゃくちゃ能力が高いと思います。あのなんだろうな、能力が低いとは35歳ぐらいから思ったことがないので、だからある程度自分を信用しているので、あの若干の逆風とかも別にビビらないです。7割の自信と3割の不安から、8割か7割の自信がないと絶対に負けますね。不安が半分以上あると多分継続できないんです。でも7割8割ぐらいの自信があれば理想で、あんまり9割10割やると今度努力しなくなるんで、まあそんな感じでここまで来ましたけどね。ああなんか楽しいななんかありますもう電話鳴り続けるから出ましょうかということで出ようか、鳴り続けてる電話に出たら、はい、はい、お待たせしました、立花です、どうぞ。あ、もしもし、はい、トーマと申します。はいはい、はい、僕 YouTube やってるんで、はい、いいですよ、はい、どうぞ。うん、いいですよ、はいはい。個人攻撃だけを引っ張るとすごく悪い人に思われるかもわからないんですけど、違法行為をしている人を個人として攻撃をするっていうことですね。はい、あの例えば会社で、まあ、悪いことをしている人を会社を訴える場合と悪いことをしている個人を訴えること両方できるんですよ、はい、でそういう意味では NHK の職員や関係者全員が悪いわけじゃ、これなんかめっちゃプープー言ってるな、多分相手は言うとしてない、うんうん、だからそれはあの逆に言えば悪くない人まで訴えることはないと思うので、悪いことをしている人を訴えようとしてます、はい、多分そっちが何かしてるからもうすぐハウリングを起こしてるんですよね。いいですか、はいはい、ありがとうございました、どうも、はいはい、はい、うん、かかってくるかな、すぐかかってくれば、ちょっとじゃあもう電話でどうぞ、はい、内村です、はい、あのちょっと自営業しているんですけど、はい、立花さんはあの今
ああ、孤独になることがありますかって言われたらずっと孤独ですよ。むしろ自営業とか社長っていうのは孤独でないとダメですよ。要はね、経営者っていうのは絶対に孤独でなければいけないです、これは。で、ただ、孤独な人同士でつながることは非常に有効です。だから経営者は経営者とつながるわけであって、あまり労働者とはつながらない方がいいですよ。うん。で、あとはお医者さんです。その精神科医ね、いわゆるドクターね。うん、これはもうアメリカなんかはもう専属の精神科医をつけるのが一番弁護士よりもステータスが高いって言われてるので、いわゆるあとはお坊さんとかね、宗教ですよね。いわゆるね、孤独にならないといけない仕事なので、はい。うん、だって相当だって能力が高くなければ経営者とか自営業ってできないですよ。うん、もちろん同業の人なんていうのは変に情報サービス教えると自分の首絞めることになるわけでしょ。うん、だから経営者の中でも自分と業種が被らない人とかにしないと、同業の自営業の人に聞いたら逆効果だと思いますよ。ああ、ないです、ないです。だから、孤独であるっていうことを、まず、それを嫌だったら、多分、労働者をした方がいいと思いますよ。そもそも孤独が好きじゃないと、多分無理だと思いますよ。うん。うん。だから、孤独の中で、自分が、まあ、従業員なり、まあ、ね、自営業ですから、従業員いるかどうか分かりませんけど、相談したらだって従業員に不安を与えるだけですからね。100人と相談してするよりも100人が言うことを無視してでも一人でやらなきゃいけないのが経営者ですから、うん、なんか自分でやろうとしてることに同調してほしいんだったら労働者の方が絶対向いてますよ。経営的な視点を持てる従業員なんて、まあ、ほとんどいないです。将来に向けてそういう考えを持ってるだけであって、いわゆる従業員とか労働者っていうのは時間いくらで働く人たちですのでね、はい、経営者の感覚なんていうのはもう 100% 分からないと思った方がいいですよ。うん、はいはい、変にそういう人と相談するから余計落ち込むんだと思いますよ。うん、なぜ孤独が好きだからやってるわけであって、孤独が嫌いだってやめた方がいいっていうことです。僕孤独が好きっていうのだから変な人と喋って合わせるの嫌なんですよ。うん、だから100人にバカって言われても自分が正しいと思ったらそれをやろうとしてるだけなんで、孤独だけど楽しいっていうことです。うん、孤独を楽しめない人はあんまりやらない方がいいと思います。はい、はいはい、どうも。はい、うん、いっぱい来てるな。なんかおもんないな。もっとなんかもっとヘビーな相談が欲しい。今警察からなんか来てるとかね。なんかあれかな。ちょっとヘビーな相談声。もしもし。はいはい。なんかヘビーな相談を期待してます。はい、どうぞ。始めます。はい。ドラゴンチャンネルさん、はいはい。はい、ヘビーな話題でいいんでしょうか。ヘビーでいいですよ。どっちもいいですけど、はい、ヘビーの方がおもろいかなと思って。はい。おもろいですか。はい。実は全然関係ないんですけど、はい。結婚できない人についてどう思いますか。
できない人、できでやろうやりたくてもできない人。いや、そうじゃなくて、あのうちの会社でもですね、うん、50歳以上で、はい、独身の方が結構多いんですよ。どっちなの？結婚したくてできないのか。いや、したいのにできない人。あ、したいのにできない人は男性はしない方がいいんじゃない？いや、だって女性がその魅力がないと思ったらそういう人の子供を産まない方がいいと思う。あの本来は女性は何だろうな、あのオスを選びに行ってるわけだから、複数のオスが子供を持つべきだという、僕はそういう考えなんですよ。優勢な、そう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 、あのそうそう、やっぱりオス同士は争うんですよ。もう YouTube とか見てたらほとんどの動物はメスを争って、オス同士が争ったオスだけがその子孫を残せるっていうことで、あのやるので、その政治家として普通はこんな言っちゃいけないんだろうけども、50歳までになって結婚したいと思ってる人ができないんだったら、もう結婚しない方が絶対その人にもとっても、生まれてくる子供にとっても、奥さんにとってもいいんじゃないのかな。残す、そうでね、その通りですね、はい、人間だけですよね、そういう経済的な、まあ正確に言うと最近の人間なのかな。あ、そうですね、うん、キリスト教ができるまでの2000年前とか、多分日本で言っても、日本だって150年ぐらい前まではあるでしょう、天皇も含めて一夫多妻だったでしょ。あ、そうですね、うん、だから皇室も本来その一夫一婦制になってから、これあのいわゆるね、あの継承する人が途絶えるんじゃないかっていう不安が出てきてるわけで、うん、本来はこういうのって政治でちゃんとやるべきだと思いますよ、うん、あの訳のわからん殺人事件とか起こしてるのもその可能性はあると思うんでね。あ、もうこんなん言うたら大体もうむちゃくちゃ僕叩かれるんで、最近叩かれなくなったからあれだけど、うん、あの言いたいこと言い始めたらものすごく叩かれる、うんうん、コメント欄閉鎖した方がいいよあのコメント欄閉鎖っていうか、叩かれて削除できるとかだったらいいんだけど、削除できるぐらいのレベルだったらいいけども、自分がチェックできないようになるんだったらもう閉鎖した方がいいと思う、うん、あの叩くことが好きな人がいっぱいおるから、あ、そうですね、うん、そうそうそう、おいおい、それはもうその人たちが喜ぶから閉鎖した方がいい、うん、単純にその人が喜ぶから閉鎖した方がいい。ちょっと重たくない話なんですけど、はい、もう一つ最後にどうぞ。人からもらった飯を、はい、破って食べるような人のことをどう思ってくれた？それはでも相手によるんじゃないの？いや、だってもらった名刺を破って食べたくなるぐらいうざいとかだったらあるんじゃないの？それ意味が分かる。普通に考えたら頭おかしな人でしょそれ。え、なんかそんなあるのこれ？なんか最近そんなあんの？え、誰がやってるの？平塚くんは俺全然見てないけども、あの完全にまあ見てないところもコメントするの今年初めてだけども、はい、あの見誤ったんじゃないのかな。あ、うん、あのやっぱり YouTube で儲けれるっていうのは一時的なものであってね、はい、永続的なものではないので、あのそれで、あのもちろん YouTube の収入って多分落ちてきてると思われるんですよ。僕ちょっと彼のこと全く見てないんですけど、あの特に僕が今 YouTube を全く無視しているっていうか、炎上させないようにしているので、あの、うん、だからいわゆる奇抜な行動、別に彼が頭おかしいとは思わ、その行動で彼がやってるんだったらおかしいとは思わなくて、もうとにかく忘れられるよりも嫌われたい、忘れられるんだったら嫌われた方がマシ、あの恋愛、うん、うん、もう忘れられたくなくなると、その恋愛と一緒でもう嫌われる方がマシだから、はい、あのこうやって実際こうやって話題になってるでしょ。そうやってなんか
多分それで流れで言ったら俺の名刺を多分破って食べてるんじゃないの、ね、違う人、まあだからうちの党の関係者なのかな、まあ、まあいずれにしてもそれは頭がおかしいというよりも頭がおかしいふりをしないと注目が浴びれない状態っていうことね、うん、理由ははっきりしてるでしょそれはね、うん、だからあのお金儲けという目的が明確なのでそれは、それは頭がおかしいとはちょっと言えないと思う、うん、ただあのお金っていうのは信用とのあの変換みたいなもんなのね、信用というのを切り崩して現金に変えることはできるんだけど、ただそういうことをしてたらもう人間としての信用が絶対なくなってると思うのね、だから先にお金を取ってしまってて、人っていう貯金、人からの信用という貯金を完全に切り崩してる状態で、多分残念ながらそういうことをしてると先がないよね。だから分かっててやめれないのはちょっと麻薬みたいなもんで、やっぱりたくさんの収入を受けてしまうとそれがなくなることはやっぱり相当怖いと思うね、うん、だからまあパチプロしてた時もそうなんだけど、その一時的にガンとお金儲けた人ってその後本当大変なのよ、一時的にバーンと儲かってそれがなくなるっていうのがすごく怖いから、あのもうまあそうだよね、普通に考えりゃ月何十万とか場合によると何百万って入ってきたら、それをあの求め別の仕事今度バカらしくできないわけよ、年やる月収100万とかになると、あのアルバイトとかしても月2、30万とかだったらもう働けなくなるのね、うん、でそういう現象が多分来てるんじゃないのかな。最後あまり時間プラスを、あどうぞいいですよ、はいはい、質問でよろしいですか、うん、吉田選手の選挙なんですけど、うんうん、それで僕批判動画とか上げたんですよ、うんうん、そしたらその支援者の方がものすごく叩かれて、まあ状況が分かってない人が、うん、だからそのね、吉川の候補者鬼沢さんかな、彼には、まあ、再三言ってるんだけども、その8月に別の党っていうかうちの党の対立候補として立候補しているわけで、それがたった5ヶ月でね、その市議会議員になれるなんていう思いがまたまた間違いなんですよ。で、うん、でなぜ公認をしたのかっていうと、まあ、そのうちの、まあ、牧原会社、実質うちの党が経営してるって言ってはっきりこれ言うけども、やってる牧原会社が儲かるから、それで梅選、まあ、公認出したところ、なんと牧原会社を使ってないという状況になってるのね今。で、うん、でもうこれでその鬼沢候補を応援してる人っていうのはもうさすがに理解不能な人たち、うん、だからそれで あなたに対して批判してくる人っていうのはもう相手しなくていいレベルだと思うんだけどね、はい、ああ分かりました、うん、あの立場の党首にそう言われてちょっと思ってさすがにもう彼何してるかちょっと俺も頭も理解に苦しむ、まあ、いわゆる発達障害のおじいちゃんだと思うんだけど、うん、やっぱりあのね、あの選挙に出るときに、まあ、彼柏でも300票しか取れてない、300票台なのね、うん、だからそういう人っていうのはちょっとやっぱり 自己評価が高いというか、自分を高い位置に置いとかないと多分維持できないから、そういう病気っていうか考えがあるのかなと思う、うん、あの自己分析したときに自分は無能だ無能だと思ったら生きていけないから、あの、はい、自分の本来の実力よりも高く自分を見積もるっていうことによって生きていくっていう、生きるための何か手段みたいに思えるかな、あの人とか見てるとね、これは世の中に一定数いるので、うん、だからあの表面上はすぐは分からないんでね、付き合ってきて初めてちょっとある程度付き合わないとちょっとおかしいかどうか分からないので、
あの表向きは全然僕もおかしい人とは思わなかったけども、忘年会の時にああやって説明をしているにもかかわらず、あの当選を目指して選挙されていることで、あの長期的な目で見たら非常にあの自分が損してるっていう、さっきの平塚君もそうなんだけど、あのもちろんね、うちの党にいれば ある意味さっきの経営者と労働者のことで言えばね、うちの党っても簡単に言えばうちの党でずっといれば労働者のようにある程度安心してやっていけるんですね。で、まあ、平塚君に対して僕が言ったのは、君は組織の中でやるのが嫌だったら独立したらっていうアドバイスをしただけのことでね、うん、それを彼はまあ独立しただと僕は思ってるんだけども、うん、全然独立したらいいんじゃないのっていうことでね。でだからその長期的にやっぱり3年後にはまた統一地方選挙があるんだから、そこの時にはあのそれなりに当選できるところで応援するから、今回についてはあの当選しないっていうか、その頑張らなくていいのでっていうことを説明してても理解できないので、これもう3年後の公認権も完全に彼失ってしまってるっていうことです。うん、あのいわゆるその党首っていうか党の運営方針に従えない人はこれ多分どうやっても無理なんで、うん、だから今回頑張れば頑張るほど議員になる、まあ、少なくともうちの党の議員になることは遠のいてるっていうことですね。そうですね、党首は頑張るなって運営選挙は頑張るなとおっしゃってますし、吉川氏には応援に行くなとおっしゃってますよ。そうですよ、はい、切り替えされているのが不思議なんですよ。まあそういう人もいるっていうことですね。はい、はい、はい、ありがとうございました。どうもどうも、はい、失礼します。はい、確かに厳しいね、切り替えしてもらえないからね。こんなでもあの下請け会社というかポスター会社と癒着してますって明確に言うのすごいよねあの小泉進次郎さんとかも結構責められてるでしょ今ね。あのいわゆるね、印刷会社ってあのね、選挙のちょっと今話をするとなぜあのね、公費負担っていうのがあるわけですよ。選挙の時ってポスター代と車の運転手ガソリン、車の車体は無料で税金でやってくれると。でそれはなぜかっていうと、選挙の平等を図るために選挙にはお金をかけないようにしましょうっていう、そういう、まあ、考え方があるので、ポスター代も税金で出してくれるっていう制度になってるわけですね。で一方でじゃあはがきとか選挙の前の政治活動の二連ポスターとか名刺とかそういったものについては公費が出ない、いわゆる税金が持ってくれないために、あの、まあ、候補者の方がうまくそのポスターで、業者を設けさせて、で業者から名刺とかそれ以外の、まあ、別のポスターとかチラシとかを、まあ、安く納入してもらうっていうのが、まあ、これまで あの通常のパターンなんですよ。おそらく小泉進次郎さんもそういうことをしてきているんだろうと思います。でこれみんなやってますっていうか、まあ 90% ぐらいはやってると思います。で僕もやってました。ただ僕の場合はこうやって注目を浴びるようになったので、どこら辺でやめたかなっていう感じです。あの少なくても摂津とか町田とかで出た時は相当あのポスターを高くしてもらう代わりにそれ以外は安くしてもらってました。業者の方からその提案があります。むしろ業者がそういうのを教えてくれるんですよね。だからまあ我々はもうあの非常に注目をされてるっていうのもあるので、そういうのはもうこれからはしないんですけども、ただあの牧原会社が儲かるようにするって、儲かるっていうか少なくとも牧原君と竹原君の人件費が出るぐらいにはあの仕事を回したいと思ってるぐらいでね、あのあえて公に言ってるっていうか、普通はみんな隠すんですよ。だからそんな、まあ、うちの政党ととか私政治家と業者は直接の関係はありませんってみんな隠してますけど、大体講演会のところとか、まあ、逆に言えば印刷会社が講演会に入って仕事を受注するとかっていうことは普通にやってます。こういうのもあのね、これからさあどうしていくのかっていうところはあるかなと思いますけどね。気が向いたら出る感じ。はい、立花です。
はい。あ、そうです。どうぞ。はい、聞いてますよ、4月から、はい。はい。あのね、まあ、正確に言うと、NHK と契約してお金を払っていない限りはスマホとかパソコンでは見れないです。だからそういう意味ではそれでお金を払うということはないです。ただ見たい場合はあれ多分払わなきゃいけないのかな、うん、だから最初からスクランブルになってるということです。だからそれはもちろんテレビがないっていうことを伝えて、でパソコンでも、いやパソコンはその、申し込みをしてないので、パソコンやスマホでも映りませんと言えば当然それは契約する必要性はないですよ。スマホっていうのはですね、はい、はい、あのね、ワンセグがなくてさらにスマホを持ってるだけでってなればこれはもう逮捕レベルですね。うん、証拠さえ取ってれば詐欺罪で逮捕できるレベルですね。はい、いわゆるその iPhone、まあ、スマホ映らないって簡単に言えば iPhone だったら一番分かりやすいんですけど、 iPhone しかないくてテレビもないのに、iPhone 持ってるから契約しろみたいなことをもし言ってきて、それがちゃんと録音取れてればそれは逮捕のレベルですよ。詐欺だもん。うん、だからまだタラレバの話なんでね、この年の3月からなんで実際の運用っていうか始まるのはね。だから今年の3月以降に本当にそんなことを言ってきたんだったら、それは証拠があればもう完全に逮捕できるっていうか、まあ刑事事件にできるレベルですよ。うん、もちろんね、集金人の中で本当にそう思い込んで集金に来る人もいるかもしれないので、それはちょっと詐欺罪には問えないんですけど、まあ、いずれにしても違法行為ですから、そういうことを言われたっていうことであればそれは損害賠償って民事裁判では多分十分戦えるレベルになると思いますから。うん、うん、だからもしだからあなたの状態で契約しろとかお金払えって言われた時にはそれは直ちに連絡いただければ。もちろんもちろん、ただちょっと録音とか撮っててほしいんですよね。さすがにもう録音とかないとどうしてもできないと裁判のしようがないんで。はい、うん、というか相手側に録音していることを伝えることはないので、うん、とにかく録音さえしてれば全然いくらでも証拠があれば追及はできます。ただ相当 NHK の方もそれは厳重に指導すると思いますから、そんなことは多分起こり得ないと思いますよ、かなりの確率で。うん、だってそれも明らかな犯罪なので、そんなことはさすがにそのリスクを犯す集金人ってまあいないと思いますよ。ええ、ああそれはニュースが間違ってるのか、あなたの読み方が間違ってますね。はいはい、あ、はいはい、大丈夫ですか。うん、まあできたら撃退シール貼っておくのが一番いいと思いますけどね、そんな状況だったら。はい、はい、はいはい、どうも、はい、失礼します、どうも。はい、ブーブーブーってずっと言ってる。あ、来た来た、はいはい、立花でございます。はい、始めました。はい、はい、はい、 NHK をね、はい、はい、
はい。なので、今月にちょっとじゃないですか。はい。うん、まあスクランブルですね、はい。まあだから今 NHK が言ってるのは、あのいわゆるまあ NHK っていうあれのあれですよね、いわゆるバイキングっていうか食べ放題だと思ってもらうのが一番わかりやすいと思うんですけど、別にその NHK というところがバイキングをしてて中華料理やデザートやそのね、いろんな料理をお寿司とかね、で私はお寿司は食べません、デザートも食べません、中華料理だけ食べます、だから500円にしてくれと、いやいや NHK としたら1310円しかセットは組んでませんと、だからもう店に入るか入らないかっていう、まあ、そのバイキングを注文するかしないかっていうところで考えてもらうしかやっぱりないんですよね。食べたものだけっていう、見たものだけっていうのはその今イギリスの BBC がそうするべきじゃないかっていうことで、イギリスのボリス・ジョンソンさんがちょっと最近言い出したぐらいでね、セット料金しか用意してないんですよね。でまあ NHK ひどいことに、まあ、お店の中に入らなくても金払えって言ってるんで、うん、そこはちょっとさすがにやりすぎでしょっていうことなんですけど、まあ、うん、あのね細分化までは考えてない、まあ、あのもちろんね料金制度を考えてほしいっていう意味では全然あなたの言ってることは正当だと思うんですけど、まあうがった見方というか逆側から見るとね、あなたは NHK を見てるのに払っていないと、それは結局は理由として余計なことをしてて高いからだと、500円だったら払うけど1310円は払いたくないよっていうのは、まあ、ちょっとそのあなた側の思いを勝手にぶつけてる部分があるのかなって気はするんですよね。あの嫌だったら見ないっていうことはやっぱり徹底されないと、別に NHK を見なければ死ぬわけでも生活に影響出るわけでもないじゃないですか、うん、でどうしても500円払いたいんだったら500円だけ払うっていうこともできることはできるんですよ。いや、だって NHK に対してあのお金さえ振り込むなり供託すればいいわけですよ。例えば半分だけ払うとかね、それやろうと思ったらできますけど、それはあの当然裁判になったら勝てないですよ。いわゆる世の中にはルールっていうのがあるので、そのルールっていうものから逸脱した場合にはあのどちらかが不満を示して裁判になればどっちが正しいかって判断されるわけですよね。で今のそのこの国の国会議員の多数はもう NHK の今のこのいわゆるバイキング料金が正しいって言い続けてるわけですよね。見た分だけ払うべきだっていう議員だって誰一人いない状態なんですよ、うん、だから残念ながらちょっとまあイギリスではそうするべきだとイギリスの総理大臣が言ってるので、首相が言ってるのでね、まあ、あなたの意見が決してそのあの少数派とは思わないんですけど、もうそれよりも何よりもまあ NHK のこのお金を払わない人をとにかく守ると、うん、でまあそれは少なくとも見ない人に限定しないと、見てる人にお金払うなっていうのはさすがにちょっとこう我々もなんかズルを応援してるになっちゃうんでね、うん、だからいくら見てる量がニュースとかであったとしてもね、あのご覧になるんだったら私は今のところ全額払われた方がいいんじゃないかなとは思いますよ。うん、だから映らなくしてほしいという要望はしてるけども NHK はそれをしないわけですよね。でしないからあなたはそれを、まあ、あの見ているご覧になっているとなれば、うん、やっぱりご覧になってるんだったら払った方がいいんじゃないっていう、そのやっぱり日本人っていうのはそのなんだろう、無人販売でもそうですけど自分で決めると思うんですよ。
うん、別に鍵がかかってなかろうが、そのね、野菜とか果物があればそれを取ったらお金置いていくっていうのが日本人のやっぱり美徳だと思うんですよね。だからやっぱりご覧になる以上は払うべきだと、ここはやっぱり僕は思いますけどね。うん、だからお気持ちは分かります。だからものすごい合理的な考え方であるっていうのは僕も理解はしますけども、ただそれは法律上は許してないわけなのでね、うん、だから先ほど申し上げた通り、あなたが思う金額を NHK に払うっていうこともそれは法律上はできますよ。法律上とか具体的にNHK にいくらか払うっていうことで NHK の口座に振り込めばいいわけですから。でもあなたはそれもしてないわけでしょ。うん、ということは残念ながら自分がお金を払わないことに対する、それを正当化しようとしてるにちょっと聞こえちゃうんですよ、残念ながら、うん、だからそこを主張するんだったらやっぱりいくらか払うっていうことと NHK に対してはそれを逐一その話をしてですね、1年分のうち3ヶ月分払うよぐらいの感じでやられるっていうのも方法としたら、別に NHK はそれであなたを訴えたりすることはないとは思いますけどね、うん、あ、仮に訴えられたらその時に裁判所で主張されればいいんじゃないんですか、うん、でそこで裁判所の判決もらうっていうのも一つの方法としていいと思いますけどね、うん、裁判官もあなたの言うことは一定の合理性はあるけども法で決まってるから全額払いなさいっていうのはそんな判決になると思いますけど、うん、はい、はいはい、よろしくどうぞ、はい、失礼します、はい、まあね、確かに電気だって水道だって使った分だけしか払えへんからな、そう合理的な意見ではあると思うけどね、そこまでいかへんもんねそもそも金払うか払わないかっていう選択ができないから部分だけ払いたいっていう人の、はいはい、立花でございます、はい、こんばんは。はい、何でしょう。はい、転職ですよね。はい。はい、転職したいなっていうことなんですけど。ちなみに何から何に転職したいんですか。事務職から総合職。事務職から総合職って具体的にどうなの。ちょっとあんまりイメージがないな。昔、クラブに勤めておりまして。え、何勤めてた。はい、昔はホステスさん、今は？今はそこでお客さんが、うん、会社の社長をされておりまして、はい、でその社長さんからお誘いを受けて事務職になって、なるほどね、はいはい、うん、で総合職ってもう少し分かりやすくてどんな仕事なんですか？営業とか。え、ごめんなさい、営業ってのは営業じゃないですか。総合っていうのはどういうことなんですか。営業も事務もするっていうことですか。ちょっと今総合職の名前は分かってないけど。事務職から営業に変わりたいってことですか。まあ、女性の武器みたいな感じですか。要はだってホステスさんでお客さんから俺とこで働けよっていうことで仕事もろくにせずにお給料もらってるっていう状態っていうことでしょうね。そういう今ざっと聞く、ああそれが不満なんですか。ちょっとその状態はちょっと良くないなって自分で思ったりして、はい、今のお仕事をやっててもあんまり好きもつかないので、うん、将来的に考えてちょっと不安になって何かでも総合職とか営業職するにして何か武器をお持ちなんですか。そのエクセルとかワードがもしかしたらできるとか。そういう武器でもないので、例えば結婚はされてないでしょ。はい、例えば結婚するっていう選択肢もあるでしょうし、
何か資格を取るっていう選択肢もあるでしょうし、うん、やみくもにその転職するって言われてもどんな武器を持ってるのかによるいますよ。うん、まあ、性同一障害とかそういうことでしょ。男性が男性とか女性が女性、はい、はい、はい。そうです。うん。それはありまして、うん、きっと勇気が出ないというのもあって、その企業に面接に行くのもちょっと二の足を踏んでしまうという形で。うん、まあ、LGBT っていうことよりもスキルの問題じゃないんですか。あのやっぱりあの会社で面接っていうか転職するときに、私はこういういわゆる御社でっていうかあなたの会社でその面接の時にねあなたの会社が私を採用したらこんなメリットがありますってなければ面接いけないでしょ。そこの売りがなければあのそもそもいけないじゃないですか。そのなんか転職したい動機とか転職するためのスキルをお持ちじゃないことが全ての原因じゃないですかね。うん、あの僕の前の彼女がホステスしてたんで結構文句言いましたけど、結局は女性の性を売ってるわけですよね、ホステスさんって。でそのいわゆる事務をするとか営業するとかっていうスキル、まあ、ホステスも一部営業はあるんでしょうけど、結局は色恋を使って男性からお金を引っ張ってる仕事なん でしかもこれ非常に単価高いんですよね。でそれから先に入っちゃうと後々やっぱり大変なんですよ。その給料高いところがスタートしちゃってるんで、だから先に楽な方から入ってるから結構しんどいと思いますよ。むしろ今のお仕事を続けながらプラスアルファの収入を考えるのか、今の職場で何かやりがいのあることを見つけた方がいいんじゃないですかね。ちょっと相当ハードル高いと思いますよ、今のままで転職って言っても。ああ、やっぱりどうですか。その LGBT とか全然関係ないと思いますよ。あ、そうですか。いやだってそこに、だってあなたが逆の立場に立って考えればね、あなたが会社を経営してるとか自営業してる時にね、あなたを採用して何か会社にとってプラスになるかって考えた時が一番分かりやすいと思いません。うんね、だからホステスさんね、ホステスいわゆるキャバクラとかだったら若い女の子だったら当然それなりの給料払って採用するメリットがあるじゃないですか、うん、それは女の子っていうメリットで採用してるわけですよ。でもその女の子っていうのを捨てていわゆる事務とか営業とかできるっていうことになってきた時には、それは相当あなた自身がスキルアップですよね。何か資格を取るなりしない限りはね、うん、それは会社としてあなたが欲しいとは誰も思わないですよ。だから今の会社のうちにしっかりスキルアップしたらいいじゃないですか。わかりました。だから今仕事がないんだったら仕事中にそのお勉強とかしたらいいと思いますよ。うん、資格の勉強とかして、そのせっかくいいチャンスやの、給料もらいながら勉強できるんだから、うん、それをされたらいいと思いますよ。はいはい、どうも、はい、失礼します。はい、はい、ありがとうございました。そろそろ時間となりますのでよろしくお願いいたします。まだこんな時間ない、できるよ、はい、強く言われてますので、前にはそうか締めてくれということで、そうじゃないと怒られるということなもんですから、すいませんがここら辺でラチですということでよろしくお願いいたします。はい、じゃあ終わりましょうか。じゃあ本当に皆様方お忙しいところ来ていただきましてありがとうございます。突然電話になりますけども、時間となりましたので電話いただいた方は終了させていただきます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後ないの、ない、なんか片付けながら話聞くけど、ない、もう会場の人はないね。はい、これを食べてしまったな。なんかいたって普通の相談しかなかったね。
何平塚君は今名刺食べてね。親御さんがなんか失踪したらしい。え、親御さんが？お疲れ様でした。お父さんなんかおじいちゃんなんか。まあ、もううちの党なんて完全に既得権益化してるからね。